中で撮ろうかなと。ねえノア、良さそうなところあった？1枚切りってなるとなかなかね。とりあえず何枚かは撮ってみたけど。本当？見せて見せて。ダメ、それは後のお楽しみ。いいじゃん、ノアのケチ。あれ、なんか今ポツって冷たいのが。うわ、雨じゃん。晴れるって予報だったのに。とりあえず屋根のあるところに避難しよう。ああ、濡れちゃったね。あ、他のみんなも戻ってきてる。二人もここに戻ったのね。この雨だと撮影はしばらく中止ね。これじゃコンテスト用の写真が撮れないじゃないの。せっかく花壇で撮影しようと思ってたのに。衣装も濡れちゃうし最悪よ。雨が上がっても芝生などでの撮影は難しそうですね。このまま晴れなかったらコンテストも中止なんてことになっちゃったりしないかな。可能性はあるわね。屋外イベントだとどうしてもこういうことがあるから。雨すぐにやめばいいんだけど。ちょっとトア、今そっち行くと雨に濡れちゃうって。これ会場の BGM に合わせて踊ってるの？雨の中で歌いながら踊る、まるでミュージカル映画のようですわ。素敵です。すごいわね、トワちゃん。みんなが嫌がってた雨を演出に変えちゃったわ。せっかくだし写真撮っておこっと。っていつの間にかすっごい見物人が集まってる。トワさんのパフォーマンスでみんな笑顔になってますわ。これがトワのすごいところなんだよね。ただの能天気に見えるけど、どんな時でも人を楽しませることを考えてるの。あら、雨止んできたわね。トワの即席ミュージカルも終幕ね。たった今。素敵でしたわ、トワさん。まるで雨の中で踊る妖精のようでしたわ。ありがとう、はるなちゃん。いきなり雨の中に飛び出した時は驚いたよ。まあトワらしいといえばらしいけど。みんながしょんぼりしてるところを見たら体が勝手に動いちゃったんだ。人を笑顔にするのがみんなのアイドルトワちゃんの使命だからね。それにほら、四つ葉ちゃんも林間学校の時に言ってたでしょ。私がこの3日間を思い出の1ページにしてみせますって。せっかくのイベント、雨で嫌な思い出になっちゃうなんてもったいないよ。ま、意外とやるじゃない。アイドル志望ってのも口だけじゃないよね。アイドルの振り付けというのも可愛らしいですね。これをリリカルリリーでも取り入れたら。いや、ダメですわ。ただでさえ愛らしいミユさんが本当の天使になってしまいます。そうなればきっと学園の外からも注目を集めてしまって、リリカルリリーの活動はもとい学園生活にすら支障が。ノアもだけど春菜も相当あれね。可愛いには人をおかしくさせる魔力があるんだよ。そんなに褒めないでよ、照れるな。その調子に乗るところがなかったら完璧なんだけどね。底抜けの明るさと人懐っこさで塞いだ気持ちを引っ張り上げてくれるところ、四つ葉ちゃんとそっくりね。あと勉強できないのもそっくりですよ。うん、勉強は関係ないでしょ。怒るよのは顔。